えー、気になるとこ47話ですけどもね、そのパート2でございます。タカさんね、やっぱ対話ってすごいですね。対話っていうのは、私からすると、タカさんのメッセージを受け取って、そしてタカさんに返信してるようであってね、実は自分に対して返信をしているところもあって、自分の意思とか考え方、今日の時点でのものを確認したりとか、タカさんとのやり取りの中で、あれ自分の考えていたことって、 こっちだったんじゃないかなっていうふうに別の価値観別のルートに出会える自己対話の連続なのかなと思うんですよそしてこのように変身をすることによって自分はこういうふうに考えていましたこういうふうに考えていこうと思いますこれは自分なりにちょっと違うかなと思ったんですけどもっていう形でね対話っていうのはどん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 高さを引き寄せるようであり自分を引き出すようでありなんかねこれを役に立てようと思ったらねいくらでも 自分の深み、高さんの深みをこうね。あぶり出すことができるなっていう有益なものですよね。これってね。実はねまあ、今の論破ブームとは全く逆だと思うんですよ。この論破っていうのは、結局相手の言葉をたくさん引き出して、その中での矛盾を見つけて、これとこれおかしいじゃない。あなたは変ですよ。って言ってもうね。恥をかかせることを合戦なんですよ。 ですので論破に勝つ人って人にどれだけ嫌な思いをさせたかっていうことになってくると思うんですよねそして誰かが誰かを言論でやり込めることを見て喜ぶ人がその論破合戦とかねディベートに群がる人ってことになります、えー、もちろんねそればかりが良くないことではないとは思うんですよいい悪いっていうふうに判断できることではありませんけどもこれはね言論っていう武器を使って戦争だとも私は思えるんですよだからこれが あんまりににも好きななるってこととは結構危険だなと自分も誰かを言い交わしてやろうとかねやり込めてやろうっていうふうな憧れが出ちゃうんですよ。まあ、つまりは最近で言ったらね小さなミニ広いっていうやつがいっぱい出てきてとにかく誰かが何かを言ったら論破するために出かけていくみたいなのがいるんですけどもこれって単なるね小競り合いをしてるだけであって自分のその小賢しい言いまかし合戦をね また別の言いまかし合戦に参加したい人とまあ競争してるもんなんですよね競争してるようなそして勝利したら気持ちはあんまり良くないんですよなぜなら嫌な思いをしてる人が目の前にいるからなんですよねうーんいやーこればっかりが流行るってのはやっぱり寂しい時代になったのかなと思いますえそしてこの論破の行き着く先は暴力なんですよねだって口で叶わなかったらクソあいつめ思い知らせてやるっていう人が出てくるんですよでも 相手を引き出し自分も引き出しってことでどん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 フ古地になるっていうんですけどねさらけ出す自分がどんどんまあ素直になっていくっていうことを繰り返していくと多分残るものって感謝とと興味しかないと思うんですよ。私もこの50話に迫るようなね動画のやり取りの中で1話1話タカさんっていうものにものすごく興味を持ってまさに気になる男がもっと気になりだしたってことでね 気になったところを埋めればもっと気になるところが出てくると噛めば噛むほど味が出るようなそんな対話になってきたなと思いますきっとですねここまで欠かさず動画をご覧になっている方もいると思いますし私とタカさんのやり取りなのになぜかね自分に当てはめて考えてくださっている方がいたりとかねそういう方もいらっしゃったり今回のこのね動画を初めて見る方もいると思うんですよでも不思議ですよね人の会話を見ることによって、 自分の意思とか心の位置を知ることになるっていうのねうんだからある一定のレベルで他者は必要だとも言えるのかもしれませんねはいじゃあ今回の47話パート2もよろしくお願いしますえー、あの不利なことの組み合わせね不利な条件の組み合わせで独創することもできるっていうお話をね失敗資産っていうところでしたような気がしますあの有利な結果の組み合わせで 成功にに向かおうととすするるころにはライバルが結構いるんですよなぜなら正解って見えやすいからなんですよね。そして同じように失敗もたくさん世の中に落ちてますんでその組み合わせでもって勝負をするとやっぱり過当競争になっちゃうんですよ。でも自分にしかできなかった経験とか自分にしか出会えなかった人たちとか自分にしか知り得なかった情報を組み合わせてどん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 ,どん 自分を引き出していくことによるレースっていうのは、ライバルがとってもね、存在しにくい独走状態が作れるわけなんですよ。ですんで、考えるっていうことで言うとね、そっちを考えた方がいいかなと思うんですよね。えー、まさに、独自独走ということですよね。自分だけが考える。自分だけが通る道。こういったものにもはや、後発はいてもライバルはいないのかなというふうに思うわけですね。そしてその後発もものすごく出にくいわけですよ。 出るとしたら自分の教育を受けた自分の弟子これが後発になりますですんでタカさんがね YouTube 教室をやるってことはタカさんと似たような人が生まれてきて後ろから追いかけてくるってことなんですよね私の速化塾も1000名以上の塾生さんが世界中にいますけどもまさにね優秀な人は私を追い抜いていく人もいるんですよいや実際にね YouTube で言うと YouTube のコンテンツをこう速化塾の中で出しますよね 当てるる人がいるんですよ数十万回線とかね数百万回転とかね動画をボーンと出してその何急上昇 YouTuber になったりとかねで TikToker に変身してみたりとかねもう私なんて追いつけないようなコンテンツを出してる人もいるんですよで私の速化塾の中でそういう人の成功例も紹介するんですけども基本的に私はね弟子に負けたくないんで 頑張らなないいととっっててうところもあって自分の生み出した天才に自分が翻弄されるっていうねこういう嬉しい状態も起きるんですよねいや本当にね自分の弟子がねボン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 私よりも早い段階で月収100万達成したりとか FX を今年の,あの初夏からあの夏の初めからスタートしたんですけども私の収益をねもうぶち抜いていく人とか出てきたりとかね嬉しい反面悔しいところがありますでもすごく 感謝してます。私の手ほどきで私を抜いていく人が出るっていうのは、あの、師匠の誉れですよ。弟子が自分を超えていく。自分の屍を超えていくっていうのはね。いやもう、自分っていうものがいなくても、この弟子たちが自分の意志をね、さらに高めて、新しいムーブメントを作ってくれるなと思うと、感動しますね。だからね、潰そうなんて思わないですよ。 通常、ライバルは潰さないと若い目は潰していかないで自分の食い虫がなくなるって考えるんですけども、いや、私はね、非常に嬉しいなと思います。師匠の精神っていうね、コンテンツがそっか塾の中にあるんですよ。師匠っていうのはね、どういうことかっていうと、師匠って普通先生のことを指しますよね。それにかけて私は師匠の精神っていうのは、死ぬの死と生きるの将、 これを組み合わせて師匠の精神という風なコンテンツにしてます簡単に言うとですね師匠の精神っていうのは先生は師匠はね私の方は弟子に対してどん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 提供するんですよそして自分がもう死にたいってもいいから提供しますでも死にたいそうになったら私は自力で復活するんで大丈夫と惜しげもなく自分のスキルなり経験なり持っていけるものは全部持っていけみたいな感じですよねそれによって、 私のマーケットを潰してくれっていう話ですよね。これね、お店をやってるときに従業員にいつも言っていたことなんですよ。というのが、今回は自分がオーナー兼店長としてこの店をやると。でも、店長としての私の判断とか、見識に納得できない人もいるでしょう。ぜひそういう人は自分のお店を私の店の向かいにでもいいから出してくれと。どっちが正解かわかるからと。出店する費用がないんだったら出してあげるよ。と。 そのぐらいの気概があるんだったらぜひ俺を倒しに来てくれとそのぐらいの経営者を私は従業員の中で育てたいと思ってるんだっていうふうにね断るごとに言っていましたそういうことなんだと思うんですよ自分のお店をドーンと構えて自分の安全は確保して弟子たちから食い尽くす従業員から食い尽くすっていうことじゃなくていや力をつけたら俺を倒してくれよみたいな感じですよねで私が倒されたら今度は別のマーケットを自分でまた 切り開いいてててやっっく楽しみが残るかなって感じなんですよねまあ一部余裕をかましているようでもあってそのぐらい私は自分の弟子の中から自分のスタッフの中から自分を超える逸材をね見つけたいとも思ってるわけなんですよね。まあこれがですね不利の条件を組み合わせて独創するってことのまあ中に入っている師匠の精神ってやつですかね。うん じゃあ不利な条件を組み合わせてどうやって成功の条件を作るんだってことですけども非常にね面白い例がありますあの10円駄菓子屋10円ゲームって知ってますかね昔駄菓子屋さんの店頭に機械が1台あってそこに10円玉入れてパチンパチンとパチンコみたいに弾いてゴールまでたどり着いたらなんかね30円のお菓子と交換できるチケットみたいなのが出るんですよでそれで駄菓子屋さんに行って出たよっていうかね30円分のおやつを選ばしてもらうみたいな感じなんですけども このの駄菓子屋ゲーム、ね、10円のやつ今では見かけることがなくなったんですけども駄菓子屋ゲーム博物館っていうね岸さんっていう方がいるんですけどもこの方がね東京でその、もう今ではね、時代遅れになった10円ゲームとかばっかりを集めて駄菓子屋ゲーム博物館っていうねレトロゲームの専門店作ってるんですよ大阪には似たような感じでザリガニっていう店があるんですけどもこういう風な誰もが見向きもしなかったボロっちい不利なゲームでも 集めれば一つのコンテンツというかね、あの、ワールドになるんですよね。で、そこに懐かしいって言って地方からやってきて、もうね、1000円でも2000円でもお金使っていく人がいるんですよ。まあでも10円のゲームですからね、そんなにお金使えないんですよね。1000円も使ったら、一生懸命1000円使ったら1日経っちゃいますから。だから、収益が低いので、新規参入がないんですよ。<laughs> でも、駄菓子屋ゲームということで、レトロ感の溢れるそのゲームのね、あのー、 ネタ収集に来るさんとかたまにテレビ雑誌やメディアの取材があるみたいなんでそれでやっていけるみたいですよねこの方 YouTube もやってますのでぜひご覧いただきたいと思います駄菓子屋ゲーム博物館の岸さんという方ですきっとこのゲームあの YouTuber としてあんまりね楽しいしゃべりをする人ではないんですけどもその独特の緩さからその不利な条件に集まるファンはいるんですよね私もその一人です たまにライブ放送をするんですけども結構ね投げ銭しちゃったりするんですよねなんでなんでしょうねもっと高いレベルの人っているんですけどもでも自分にちょうどいいレベルの人がいるわけですよそういうのを見ていくと思うんですよ自分の発信にもちょうどいい人が結局は落ち着いていくってことでそのワールドができるんですよねうんはい自己満足って話しましたけども自己満足っていうのは自分一人一人家族の自己満足ってものもあればね 自分が家族を抱えていたりコミュニティを作っていてそのコミュニティ全体がうまくまとまればあとは全然知らないよっていうような自己満足もありますですんでそのコミュニティに参加してない人がお前らはどうせ自己満足だろうっていうふうに言われてもそうです自分に関わるこの小さな世界で全員満足できればもう OK なんですよっていうふうに堂々と言い返すことができるんですよそんなことをしたら他の人から理解されないよっていいんです他者は無数に出てきますから そのたんびにその人たちに合わせていってやれば世界が広がって処理が大変になるだけですから私はこのぐらいの100人ぐらいのグループがいいんですよみたいなねやっぱり自分がまとめきれるようなあの数ってあると思うんですよこれ家族に例えるとわかりやすくって一人家族ってものがありましたね一人家族で他者の意思を介在させずに自分の意思だけで世界を作っていく、えー、例えば疑似家族としてその VR とかね、ラブドールちゃんを家に迎え入れて、そこに名前を付けたりとかね、誕生日を設定したりとかして、楽しむこともできるわけですよ。もちろんそういうのがなくても、空想上の誰かね、人物を設定して、えー、一人で楽しむこともできますしね。一人家族が必ずしも寂しいかっていうと、そんなことはないと。独居老人が必ずしもそういった辛さを抱えているかって言ったら、そんなことはないと。やっぱそれと引き換えに大きな喜びがあるから、そうしてるわけでもありますし、で はからずとも一人になってしまった人っていうのは、それでも生きていけるような工夫をするぐらいの力量はあるわけですよ。だから勝手にね、一人ばっちは良くないっていうふうに、外部から押し付けるもんではないですし、自己満足ができてるんだったら、そっとしておけばいいと思うんですよ。で、つまりは、他人に対して余計なことを言って、その人が自分の意見を受け入れてくれたら、ああ良かったってされるのも、おせっかいな自己満足ですからね。で、人っていうのはね、自分が何か表現をして、 そそれれに対してそれ違うんじゃないのっていうふうに意見が違うとなぜか意見が違った人を敵視する可能性があるんですよね。違った意見ラッキーだな豊かだなとかね自分に思えなかったような発想があってよかったなって思えることってあんまりなくってなんか自分の意見を否定されてひいては自分の人格や判断を否定されたような気がしてどうしてもね言い返しちゃうつまり論破が始まるんですよ。論破っていうのは結局武器を使わない血を流さない戦争なんですけどもただ 心に刻んだ傷っていうのはなかなか消えないんですよね。それこそ、小中学生の時にいじめられた人って未だに思い出すでしょ。つまり心の傷ってそのぐらい深いダメージを与えて人生を左右してしまうんですよね。こういう例も申し上げたと思います。中学の頃に金髪のね、ちょっと怖そうなあんちゃんにすごくいじめ抜かれたっていう経験がある人は、それから30年経って金髪の人を見るたびに、うわ、怖っとかなっちゃうんですよ。つまり潜入感ができてしまうんですよね。でも本来、 自分をいじめてきた金髪の人と最近出会った金髪の人って何の関係もないんですよじゃあ金髪の人が怖いって言うんだったらアメリカ人ヨーロッパ人みんな怖いんですかってことになっちゃうんですよねジョンソン大統領怖いですかってことになっちゃうんですよねそうではないですよねだからねそのぐらい心に傷を得るまあ悪い意味でもいい意味でもね悪い先入観を持っちゃうとそれが本当に自分の人生の足を引っ張って判断を鈍らせることになって、えー、避けて通るようになっちゃうわけですよね でも先入観を上手に使うとね金髪の人にいじめられたんだけどもでもいじめ抜く人をいじめるような金髪の人っていうのはめったにいないからあ,あ自分はめったにいない人にもうすでに出会ってやり過ごしちゃったんでこれから出会える金髪の人っていうのはいい人ばっかりだよねっていうふうに捉えることもできるんですよ。ね、5回に1回正解が出るくじを引くとして4回外れたら次は当たりって思うでしょ。だからそういうふうな先入観のすり替えっていうのは上手にできていけばね自己満足の度合いを高めるんではないかなと思うんですね。 で、勘の話もしましたよね。勘っていうのと山勘っていうのは違うよと。いわゆる山勘っていうね、意味の勘っていうのは、アずっぽうのギャンブル、運任せなんですよ。だからこれをね、勘と言い始めたら、じゃあ努力や工夫っていうのはいらないじゃないかってことになるんで、私の言う勘っていうのはもう一つの勘なんですよ。それはですね、思考の繰り返しの末にひらめくポイントなんですよ。ここじゃないかな、みたいなね。だからこれが感じるってことなんですよ。考えて考えて考えて考えまくると、 だんだんその考えるが高速回転していって瞬間見た時にここだっていうポイントがあぶり出されてくるつまりこれが山間とは違う経験と見識失敗例から生み出された勘なんですよねこの感じるという勘にたどり着ければまた一つ強いものが手に入るんではないかなと思いますねタカ、はい、さんのね動画を見ながらね本当に私も色々と自分の心をどん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 引き出すことができて非常に学びになっております そしてタカさんに対しても気になる男だったはずの気になるタカさんがさらに気になるようになってさらに興味が出てきてねもうねどんな名前なんだろう顔なんだろう趣味は合うかなって好きな食べ物は何かなっていういろいろ想像することができるんでもうこの対話無限に続くかもしれませんねまさに気になる男じゃないですかタカさんじゃあパート2はこのぐらいで終わらせていただいて次パート3をねこれから ちょっと撮影してみようかと思います一旦お待ちくださいそれではまた後ほど最後のパート3でお会いしましょう